アスキー編集部の翼です。この番組はですね、アスキークラブ会員の皆様だけにお届けするクラブ限定動画となります。主に毎週火曜日20時からお届けしております。デジエジ90におきまして、あの時本当はどうだったのという裏話だったりとか、まあ、時に反省会を MC 出演者スタッフ反省があるどもどもが集まり語り合おうという動画となっております。はい、OK? OK ね、はい、で今回は2018年6月26日に放送いたしました今欲しい最強ゲーミングノートはこれ、シュアスムック発売記念スペシャルとなっております。それでは本日お届けするのは、まずは私の隣、次期編集長候補自称ですね、ジサトラアキラです。どうも、ジサトラアキラです。よろしくお願いします。固くないっすか。ちょっともう何元気ない感じじゃない。もう何、反省会って呼ばれてどういう顔してくればいいのかよくわかんない。あ、なんか悪いことしたなみたいな顔してればいいんじゃないかな。全力でやったし、あ、ないと反省するところないと。まああるんだけどさ。あのね、この話聞いて、あーそこああだったなとかってやっぱり考えて、うんうん、あ、こういうこと言うのかなみたいな、あ、なるほどね、一応考えてはいました。あ、了解しました、はい、そしてデジデジ90ではスイッチャーやっていただいておりますアリちゃんです。どうも、スイッチャー有田です。よろしくお願いします。これね、なんかもう初メンバーよこれ。いや、まあすごい距離感を感じるんだけど、なんかこの動画だいたい初メンバー多いよね。まあそっかそっか、スタッフ出るからね。でも何かと実はね、3人仲良かったりするのよ。一緒にゲームやったりとかして。俺、アリちゃんあんまないっすよ。アリちゃんあんまない。私が2人とやったことあったからそうなっただけだ。進めよ進めよ、はい、ほんでね、今日見てほしいやつが2018年6月26日に放送したものなんですけれども、うん、ちょっと順番見ていきましょうか。まずね、あ、頭から見ていこう、はい、見ていこうね。アキラの甘噛みが多かったと思うんだよな。それはさ、もう反省っていうより修正だからさ、もう本当に修正、自分の修正ってことですか。そう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 、まあ、しょうがないよ、デフォルト、デフォルト、デフォルトですか。ありがとうございます。本日はですね、週末の発売記念スペシャル。これスイッチャーが悪いんじゃないの、もしかして、もしかして。あ、アリちゃんかな、アリちゃんかな。いやいやいや、今関係なくない。ゲーミングノート選びのポイントとともにですね、人気のゲーム、フォートナイトをプレイしながら、ね、今日は、うん、何ですか。それでは早速出演者の紹介です。え、そこそれないの。なんか衣装もないの。衣装も反省していくんだ。衣装も反省していくの。マジか、番組じゃん。まあそっか、そうね、反省していかないといけないよね。もう清潔感の後ろでちょっと決めていって。あ、でもちょっと後ろと溶けてる感じあるよ ね、 ね、うん、ちょっとバッカやってもらえるかな。ちょっとにお越しいただいております、イケメン爽やかよね。そうね、あ、これ一個反省点ってわけではないんだけど、どうしたんですか。この週に結構ね、岸さんのね、いろんないい発表があったんですよ。ありましたね、日テレの番組始まるとか、テレビ番組とかね、その辺の情報がね、タッチの差で盛り込めなかったのは若干残念。残念ですね。だからこの時点では私たちも知らなかったそうなので、スーツですよ。あのね、いつもね、やっぱりキリッと決めてかれてて、意外とね、戦略的にメガネをかけたりとかするんですよ。メガネも映画ね、ちょっとあの、ね、メガネをかけるとやっぱそこに集中する効果があったらしく、あるらしくて、人間心理学的に。で、ずっとメガネかけようかな。もう、まあまあ、サバスちゃんの場合 S メガネだからダメでしょ。そんなことない、結構あれだから。だこれは PC 用メガネ。あ、そう、うん、どう入ってないの。どう入ってない、うん。まあ、今回ね、俺の裏テーマでは、まあ、岸大河の本性を暴くみたいなところがあったんですよね。なかなか壮大なテーマありましたね。ちょっとアリちゃん知らなかったね。それ言っといてほしかったですね。先に言っといてほしかった。なんかそれなりになんかしたのに。そうしたら、あ、ほらね、ありがとうございました。チャンネル登録がまだお済みじゃない方、こちらのボタンクリックしてください。アスキーチャンネルではこの動画の他にも様々な動画配信しております。ぜひそちらの方もチェックしてみてください。それではまた別の動画でお会いしましょう。